行きます。はい、皆さんこんにちは、トラベルライターの笠子と申します。今日はトルコイスタンブールのブルーモスクの目の前にある雑貨絨毯屋店に来ておりますけれども、お名前は？うちの名前はイエルマズ、うちの会社の名前はガレリ44。ガネリ44、はい、めちゃめちゃ日本語上手ですね。今もちろん分かんないこともあるんですけど頑張ってやってます。なんでそんなに日本語が上手なんですか？日本でも大体10年ぐらい住んでることあるんで、あと日本にすごい大好きだから、興味があったから日本語を勉強して頑張ってるんですよ。日本に10年住んでた？大体10年ぐらいな。どちらに住んでた？横浜の方ですよ。横浜の方に。横浜のいろいろところ。お仕事されてた？お勉強？そうそう、こういうあの絨毯の雑貨の仕事で行ったり来たりやったりしてたんですよ。まあ大体2、3年ぐらいも東京の神田の西商店街までレストランもやってたんですよ。あ、トルコ料理レストランで。へえ。シェフできるから料理の。ほう。本当の仕事はこういうあの絨毯の方なんですけど。なるほど。そしてここで今おすすめの絨毯はこれです。これ。これは作るのも大体3年半ぐらい時間かかってものなんですよ。こうゆっくりこう回ると色が変わるんですよ。はい、回ると色が変わる。向こうからもどうぞ見てください。こっちから。これは親孝行でお母さんと娘と一緒で作ってるものなんですよ。大体3年半ぐらいなんですよ。一人お利口さんは1日4時間か5時間しか作業できないんですよ。ほう。こうしてながら腰が痛くなる、目もダメになっちゃう、細かいから結ぶするとき指先も遅くならないとダメなんですよ。もしちょっと太った場合はガムテープできつくしなくちゃいけないんですよ。で、あの世界一、はい、ノベルギリス履いてる状態はヘレケのシルクの状態です。これはめちゃめちゃ高いんじゃないですか？高くないけどいいもの。いいもの。まあ日本円にしてたら、まあ、大体1200万ぐらいですね。1200万。1200万、すごい、すごい。本当はあの前はもっと安くても手に、はい、まあ、入れるのは入れるけど、さっき言った通りあの今スクロール子さんはいないから、うんうん、手の入るの難しいんですよ。大体このぐらい大きさはハンドメイトのものは見つかるのすごい時間かかる、ないんですよ。スクロール子なかったらどうなる、今度値段も上がるんですよ。なるほど。普通これは本当の売ってる値段いくらぐらいだったら日本円で700万、800万ぐらい。あ、日本で買った場合はまあ大体2000万近い。そうでしょうね。あ、私例えばだったらユルマズこれはいくらぐらいだったら売れることできるって言ったら私1500万でも売れない。ほう。本当に売れない。だって私今度買わないんですよ。まだシルクの絨毯のお芝居だったら私自分の手にも入れられないんですよ。機械はいくらでも入るけどこういうものはなかなか手に入らないんです。なるほど。他におすすめの絨毯はありますか？これあとはおすすめの方は、はい、トルコの、はい、あの綿とウール混ぜてるやつ、はい、まあ、それも見せるんですけど、はい、ナトライ、もちろんこれはちょっと古いなんですけど大体20年ぐらいのものです。よく見てください。おお、すごい。新しい時はどんな色って言ってたら同じもの、同じ材料、何が違えたら大きさと柄はだけは違う。これです。あ、なるほどね。あ、大きさがちょっと違うんですね。物は同じものなんですよ。なるほど。新しいのでここを見ると、まあ、自分でも分かるんですけど白いなんですよ。絨毯の場合は使うと使うほど味が出るんですよ。そういうふうになるんですよ。あ、こういうふうになると端っこが、まだ何十年使うとだん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 色が変わるんですよ。なるほど。日本人の方結構ここで絨毯買ってきますか？これの同じの方は売っちゃったんですよ。あ、これ売れた。そうそう、さっき写真見せたじゃないですか。はい、はい、
乗り換えてきたんで、はい、これの同じの方に同じ柄あります。これです。それ昨日日本人に売れた。これです。すごい。お、なるほど。あ、似てますね、柄がね。これです。これの同じの昨日買ってたんですよ。へえ。マテリアルもあんまりオーガニック絨毯の手に入らないんですよ。これ一切染めてない。染めてるものももちろんあるんですけど、例えばいっぱいあるからね、ないんじゃうと注意する。例えばこれ、私古いのは好きだから、はい、ハンティングの。例えばこれ、これ無絨毯です。これ見るとキルムみたいなんですけど、はい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 、だいたい45年のものなんです。45年前に作られた。もちろん。なるほど。アンティークになると古くなるとレベルも上がるんですよ。高くなるんですよ。あ、古い年代のものだと。例えば日本で、まあ、トルコで一緒なんですよ。車買った場合は新車はトルコでまあ売れることできるけど、日本ではゴミに捨てるんですね、うんうん、お金も洗うんですよ、はい。トルコのちゃんとしてる手作りの絨毯は使うと使うほど値段も上がるし、アンティークになるんですよ。アンティークになると値段も2倍、3倍、10倍柄の予定材料で値段も上がるんですよ。だからそっちの棚の中でも空いてるんですよ。あれは綺麗なんですよ。例えばこれも一個見せたい。これだいたい80年のものなんですよ。あ、古い感じがしますね。これの一番いけないことはこの真ん中の方は修理したんですよ。うちはやってないけど、今度私それは直すんですよ。同じ糸を見つかったら直す。なるほど。新しい、こんな古いの新しい糸で直したらこんな目立つんですよ。なるほど。また手に入れた時ももともと前からあったんですよ。ちょっと変に見えるんですよ。なるほど。これはすごいちゃんとしてる先染めのものなんですよ。お祈り柄と言われるすごい箱パウールの絨毯です。すごい。昨日売れた日本人に売れた絨毯はあれと同じやつ。あれです。あれと同じやつ。これはちょっと古いけど、彼に買ってんの方はもうちょっとこれより古い。まあ、だいたい3000ドルでちょっと安くして、3000ドル、3000ドル、まあ現にしたらいくらぐらい、まあ、40万近いかな。40万ぐらい。なるほどなるほど。なるほど。日本で買った場合はいくらと言ったら、展示会でしょっちゅうやるんですけど、まあ80万、70万その間です。あ、展示会とかも出てらっしゃる。なるほどね。例えばうちで他の店はやらないけど、うちはやってるんですよ。絨毯買って何年使った後に小さくしたり、買って大きくしたい、大きく買って小さくお金払う、もらうことができるんですよ。なるほど。手作りのものはそれはあるんですよ。なるほど。本当渋滞の話したらもう何時間ぐらい話すことまあ大体こういうものなんです。じゃあなんか最後に宣伝一言。もうね、もし時間のある人だったらぜひこちらの会社に目の方で買わなくてもいいですから、紅茶こういうのでもどうぞ来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。